映画ランキング、目黒ン主演、私の幸せな結婚が初登場1位、新、仮面ライダー、ワニー発信3月17から19日の全国映画動員ランキングが工業通信社より発表され、累計発行部数650万部を誇る学技役みの小説コミックをスノーマンメグ目黒ン主演で実写映画化した私の幸せな結婚が、初週金土日動員47万9700人。 公衆6億5400万円を上げ初登場1位を飾った。2位は「仮面ライダー」生誕50周年企画として庵野秀明監督脚本で新たに映画化した「新仮面ライダーが」が初集金土日動員34万5000人、公衆5億4200万円を上げランクイン。3位は公開から V2 を飾っていた映画「ドラえもんのび太と空の理想郷」「ユートピア」。 この金土日も動員33万9000人、公衆4億1200万円と高い数字を記録したものの、上位2作品の後人を配する形となった。累計では動員146万6000人、公衆17億8000万円となっている。